皆さんようこそ、こんにちは、こんばんは、私はマニラから参加しています。マニラからご挨拶申し上げます。このウェビナーの司会を務めます。大変光栄に思います。私の友人でありますドン・フイ・クォンも一緒に司会を務めることになります。アジアヨーロッパ人民フォーラムを代表して皆さんに歓迎したいと思います。この大事なウェビナーにようこそご参加くださいました。平和と軍縮に関しての安全保障に関しての大変重要なウェビナーです。そしてまた日本原水協、今回の共同企画者であります土田弥生さん、このウェビナーを共同企画してくださっています。そしてもちろん平和と安全保障の問題、軍縮の問題について今日は話し合うわけですけれども、そして核兵器禁止条約について、核兵器についてお話しします。では、私の共同司会を務めてくれますドン・フイ・クォンさんをご紹介いたします。カラソンさん、ありがとうございます。そして皆さん、ウェビナーにようこそお越しくださいました。核兵器禁止条約と草の根の運動についての、ウェビナーです。日本原水協との共同の企画となります。そして、このヨーロッパとアジアの2つのこの大陸について今日はお話しするわけです。コラソン・ファブロスさんと、共同で司会を務めさせていただきます。ご存知の通り、世界には大変複雑な環境、そして変化を目の当たりにしています。そしてこのコロナ危機が世界を本当に変えてしまいました。そして世界は今パンデミックとの戦いを行っているわけです。しかし忘れてはならないのが核兵器という脅威です。そして現在でも世界には 13,400 発の核兵器が存在しています。そして私たちの地球を100回も破壊することができる威力です。そして2017年核兵器禁止条約が国連で採択されました。そして2021年1月22日に50カ国以上が批准することによって禁止条約が発効しました。忘れてはならないことは、まだ問題は解決されていないということです。なぜなら核兵器国は、核保有国はこの禁止条約に参加しておりませんし、そして核の傘の下にいる国もこの条約に参加しておりません。ですから私たちの課題は、こうした国に対して禁止条約への署名、批准を求めるということです。そしてまた別の課題もあります。大国による、国際法、国連などの国際法を全く無視した行動に出ているということです。もちろん私たちはこのような扱いを、大国に対する禁止条約についてのこのような扱いを許してはなりません。ですから、この禁止条約に対して、このすべての国がこの条約を遵守するということを求めていきます。そして今日のワークショップでは、ウェビナーでは、さまざまなスピーカーのお話を聞くことになりますけれども、この軍縮に関しての著名な大使を含みます。ではまず最初に、トマス・ハイノチ、大使をご紹介したいと思います。ハイノチ大使は元オーストリア
欧州統合外務省軍備管理不拡散局長であります。これまでに国連欧州本部常駐代表やさまざまなポストを務めてまいりました、いらっしゃいました。そして核兵器禁止条約の成立に尽力をされてきた大使です。この人道的な軍縮問題に大きな関心を寄せてくださっている大使です。人道に基づく軍縮と市民社会との協力を強める活動を続けていらっしゃいます。ではハイノッチさん、ハイノッチ大使、よろしくお願いいたします。So much for the kind introduction and dear participants. 紹介いただきありがとうございます。ウェビナーにご参加の皆さん、核兵器に反対する活動家の皆さん、今日皆さんの前でお話しできることを嬉しく光栄に思います。直接皆さんにお会いできることができればどんなに良かったかと思いますけれども、核兵器の廃絶は世界全体にとって必要なことです。アジアとヨーロッパには核兵器が集中しており、核武装国9カ国のうち8カ国がこの地域に存在しているため、核兵器爆発の危険性は特に高くなっています。そして75年前の日本への原爆投下が計り知れない苦しみと死をもたらしたことを私たちは決して忘れることができません。それ以来国際社会は核兵器の完全廃絶と大量破壊兵器の中で最も危険なこの兵器を禁止する法的な規範を求めてきました。核兵器が人類に与える壊滅的な影響を考えると、人類と地球は核戦争によって未来が消滅するという危険を冒しているわけです。1945年以降核兵器が使用されていないからといって安心することはできません。オーストラリアのギャレス・エヴァンス元外相と日本の川口百合子元外相が共同で発表した報告書には次のように書かれています。このような兵器が存在する限り、いつか事故や誤算あるいは意図的に使用される日が来ないとは言い切れない。しかもその使用はいかなる形であっても壊滅的なものになるでしょう、なるだろう。これまで世界がそのような大惨事を免れてきたのはただ単に幸運だったからだというしかない。最近の政治的軍事的な動きを見ますと、その運も尽きてきたという思いを強くしています。有名な終末時計の針は深夜0時まであと100秒に迫っており、かつてなく私たちは破滅の時に近づいています。その一つが軍備管理軍縮機構が破壊されているということです。新スタートが延長されたことは歓迎しますけれども、全体的な傾向はまだ危険です。すべての核武装国は近代化計画に着手しています。近代化というのは技術的により高度で目標地点に到達する前に破壊することがより困難な新しい核兵器を開発しているということを婉曲的に表現した言葉です。また小型戦術核兵器の製造も再開されています。これはより使いやすい核兵器と呼ばれていますが、大惨事を引き起こしたり国際法に著しく違反することなしに核兵器を使用できるかのような響きがあります。しかしいわゆる小型核や低出力核と呼ばれるものには、1945年に投下された原爆と同程度の破壊力のものもあるのです。これらの核兵器計画には何十億ドルもの資金が費やされていますが、その費用は貧困や健康問題が山積み山積している世界において、より良い目的のために使われるべきものです。コロナ感染の大流行は核計画に税金を浪費している国々がその優先順位を間違っているということを明確に示しています。疾病対策や経済回復のために必要な莫大な資金を調達するために、核兵器支出を削る以外にどんな方法があるというのでしょうか。
しかしこうした良くない動きが新聞の見出しを飾る一方で、ある種の革命も起きています。世界の大多数の国々が核兵器がもたらす壊滅的な人道的影響を無視することはできないと宣言しました。軍備撤廃の約束が何度も破られ、履行の見通しが立たないことに不満を抱いて、2017年7月7日、国連加盟国の約3分の2にあたる122カ国が核兵器禁止条約を採択したのです。市民社会の多くの皆さんは、この長きにわたって求められてきた成果の実現に自ら貢献されました。市民社会と決意を持って取り組んだ国々の協力こそが、この画期的な条約を実現したのです。生物兵器や化学兵器など、他のすべての大量破壊兵器、さらには地雷やクラスター弾のように一般市民に大きな被害を与える通常兵器でさえ、すでに明確に禁止されてきました。しかし、核兵器が禁止されなかったというのは異常なことでした。これらいずれの例においても、まず禁止の規範ができてから、それに従って兵器の廃棄が行われました。つまり核兵器禁止条約は、核兵器のない世界を実現し維持するための前提条件なのです。この条約の義務は包括的なものであり、核兵器の使用や威嚇だけでなく、開発、実験、生産、製造、その他の方法による取得、保有、貯蔵、移譲、配置を禁止し、さらにこの条約で禁止されている活動を行う者に対し、いかなる方法でも援助や奨励、勧誘してはならないと規定しています。禁止条約は核兵器の完全廃絶に向けた道筋を示し、被害者の支援や環境の回復、国際的な協力、援助と各国による履行を求めています。すでに条約の全文は、核不拡散条約 NPT と包括的核実験禁止条約 CTBT にはっきりと言及しています。実際この TPNW は NPT と完全に合致しているだけではなく、それを補完するものとなっています。 NPT 第6条の軍備撤廃義務の完全な履行は、禁止規範なしには不可能だからです。政治的には TPNW は1996年の CTBT の採択以来、多国間核軍縮交渉を前進させるためのあらゆる試みを一貫して妨害してきた核武装国から核軍縮の独占権を奪うものとなりました。地球の生きとし生けるもの全体の生存が核兵器によって脅かされている以上、すべての国が影響を受けるのですから、すべての国が核軍縮について発言権を持たなければなりません。そしてついに2017年、さまざまな非核兵器地帯の国々やその他の積極的な非核兵器国が一丸となって核兵器禁止条約の交渉を開始するための国連総会決議を採択するイニシアチブを取ったのです。これは2016年のことです。残念なことに、核保有国と核の傘にとどまりたい国々のほとんどはこの交渉には参加しませんでした。しかしそれは核軍備撤廃に関する効果的な措置について誠実に交渉を行うということを締約国に求めている NPT 第6条への違反となります。核武装国と核の傘諸国の反対は、この核兵器禁止条約の重要性をより際立たせ、
2010年 NPT 再検討会議の成果文書に示された核兵器のない世界の平和と安全を達成するという約束履行に彼らが消極的であるということを示しています。なぜなら禁止規範なしにはこの約束を達成することはできないからです。この TPNW が2021年1月22日に発行し、 TPNW が国際軍縮不拡散体制の一部となったことはもう疑う余地がありません。現在のところ54の締約国があり、86の署名国がありますが、これまで条約に反対してきた国々にこの国々は手を差し伸べており、来年1月にウィーンで開催される第1回締約国会議にオブザーバーとして出席するよう招待しています。これは TPNW 支持者の包容力を示すだけではなく、意見の違いを狭めることにもつながるからです。 TPNW への支持は常に高まっています。昨年12月には130カ国がこの条約の署名と批准を求める国連総会決議に賛成票を投じました。 ICANN は市民社会を代表して TPNW の実現によってノーベル平和賞を見事受賞しました。市民社会はまたより多くの国々が条約に参加するよう支援してくれています。第1回締約国会議への多くの国々のオブザーバー参加も説得してくれると期待しています。核兵器のない世界を望んでいない国々があることを認めなければなりません。しかしそれは核抑止力の概念が自国の安全保障政策の柱であると考えているからです。論理的に言うならば、歴史の流れを見ても冷戦時代に核抑止力が機能していたのかどうかを証明することはできません。しかし今日のようにサイバーハッキングや極超音速ミサイル、多極化した世界という時代となっている今、この冷戦時代の概念はもはや実際的ではありません。拡大抑止に依存するということは核軍備撤廃を望んでいないということを意味しています。ある国が核兵器に依存して将来の安全保障政策を考えているならば、その国が核兵器廃絶を支持していると宣言しても信用することはできません。そうではなくて、核兵器のない世界と核兵器に依存しない安全保障を実現するための計画こそが必要なのです。歴史が教えてくれたのは、核兵器は安全をもたらすことはできず、死と苦しみ、環境破壊や無責任のリスクをもたらすだけだということです。核兵器に投じられた巨額の資金は、病気や貧困、飢餓、気候変動の影響など、私たちの安全保障に対する真の難題に対処するためによりよく使うことができるはずです。というのも、国家安全保障とは国民やその国に居住する人々の安全保障を常に意味するべきものであって、個々の市民の安全を犠牲にするような抽象的な言葉であってはならないからです。TPNW はこのような基本的な事実をすべて可視化する努力が結実したものと言えます。核兵器の禁止に反対している人がいるとすれば、彼らは実際には核兵器のない世界を望んでいないということを意味するのです。市民社会は大多数の有権者の意思を尊重するよう政党に働きかけることができます。我慢と忍耐が必要ですが、粘り強い活動が成功をもたらすでしょう。最も重要なことは、核兵器禁止条約が核兵器のない世界は単なる希望的観測ではなく、人類の生存にとって達成可能な唯一の現実的な保障であるという希望の光となっているということなのです。ありがとうございました。Thank you very much, Ambassador. はい、野地大使ありがとうございました。このサイバーハッキングの時代において、
核兵器の危険性が高まっているというお話、そして核兵器は安全保障をもたらすものではなく死をもたらすものであるということ、貧困ももたらすものであるということをお話しいただきました。では、Q&A を行いたいと思います。 Q&A のに移りたいと思います。まず最初私の方からですね、2つ質問させていただきたいと思います。最初の質問です。すべての核の傘の国が NATO 加盟国またはアメリカの同盟国ですけれども、こうした国が禁止条約に参加した場合、この同盟にどう対応することができるでしょうか。2つ目の質問ですけれども、禁止条約の6条と7条ですが、この被害者に対する積極的なこの義務ということが明記されていまして、被爆者や被害者への正義と保障を求めております。この禁止条約の条項は、原爆被害者そして核実験被害者には適用されますでしょうか。これがまず最初2つお聞きしたいことです。 Should I answer immediately? すぐに答えた方がいいですか。わかりました。質問ありがとうございます。もともと核の傘の国々は ほとんどがアメリカの同盟国でしたが、これまでの投票パターンを見ても他の核兵器保有国もそれに近い国々も安全保障ということで安全保障を核に頼っているということになっているために、この禁止条約は、しかしこの核兵器禁止条約はどの国に対しても敵対しているものではなく、兵器に対して禁止するものです。同盟に入っていようが、これまで入っていた国であろうが、あるいは核兵器国であろうが、この安全保障の基礎に核兵器を置いているという国々は同じような投票をしたわけです。この NATO については非常に、これワシントン条約というものが基礎になっているんですけれども、 NATO の加盟国であってもこの禁止条約に参加することができます。そしてもちろん参加することによって、NATO には核計画グループというのがあるわけですが、ここで必要になってくるのはこの政治的な意思だと思います。それによってこの NATO への加盟の仕方を調節する必要があります。このNATO の義務の中には核兵器についての義務も入っていると思います。しかしいくつの国々、いくつかの国々はそれを離れることができるというふうにも注意書きがありますので、ですから NATO の加盟国が TPNW に参加するということを決定する、あるいは核の国のどこかの国が、アジアでもそうですけれども、この TPNW に参加することができるわけですけれども、そこで必要なことはその国の政策を調節するということです。この条約の義務を果たすためにです。2つ目の質問ですけれども、その通りで、これ初めてこの核兵器に関する条約がこの核兵器の
被害者に対して、そして環境の回復についてのことを含んだのは初めてのことです。核兵器の爆発、そして被爆者について、そして核実験の被害者についても今回明記されました。私ははっきり覚えているんですが、この被爆者の方々がこの条約が採択されたときに本当に大きな喜びを示した、表したことを私は決して忘れないです。ありがとうございます。質問をお待ちしております。質問のある方、いらっしゃいませんか？もし質問があれば出していただけますか？チャットに書いていただいてもよろしいですし、Lisa, okay. So we'd like, Lisa さん、ご質問がありますか？お願いします。ハイノッチ大使、ありがとうございます。大変有意義なお話でした。お話しくださった NATO 諸国について関連してなんですけれども、ご存知の通りイタリアに私は住んでおりまして、大変活発にキャンペーンを展開しております。アドバイスをいただきたいんです。どうやってこのキャンペーンを構築していくかについて、イタリア、ベルギー、オランダ、ドイツ、アメリカの大変小さい数ですけれども、アメリカの核兵器を配備している 国々ですね、NATO 諸国です。そして、核兵器をこうした国々から撤去するためにどんなことができるかということなんですけれども、もちろん禁止条約に参加するためにはこの撤去が必要だと思います。でもちろん NATO に参加しながら、同盟国であり続けながら、禁止条約に参加するということも可能だということは分かっておりますけれども、私たちの、この国内にあってはいけないということですよね。皆さんお会いできて嬉しいです。確かにこの条約には特別に書いてあります。この条約に入りたい国々は核兵器を領内に置いていくことはできないと書いてあります。それはもちろん当然のことだというふうに、ことは誰にも分かると思うんですけれども、核兵器を自分の領内に置きながら核兵器禁止条約に入ることはできないわけです。リサさんがおっしゃいましたけれども、この5つの NATO の国々についてですけれども、核兵器を領内に置いている国々です。人々はそれを望んでいないわけですから、核兵器のこの配備というのを終わらせなければいけません。すでに例えばドイツの選挙キャンペーンの中でも、いくつかの政党は公然と核兵器禁止条約に、核兵器に反対していますし、もちろんアメリカの側もこのヨーロッパに配備している NATO の国々に配備している核兵器の数を減らしているということもあります。でこれはもう一つ、もちろんこの国防のため、防衛のためにはそんなに重要でないという考え方があったからでもあるとは思うんですけども、しかしこの NATO2030戦略文書の中でも書いてありますけれども、NATO は核兵器のない世界をの条件を作るために努力するということも書いてあります。これはとても興味深いことです。
この核兵器禁止条約がそのような核兵器のない世界を作る条件の一つであるということが認められたということが認められた印だと思います。もちろん核兵器をなくすためには核兵器を禁止する条約がなければいけないというのは人命のことですので、ありがとうございました。ありがとうございます。リサさん、ご質問ありがとうございました。他にご質問ある方、手を挙げていただければと思います。あ、チャットボックスに、出ているものですけれども、第1回締約国会議のプランについて教えてくださいという質問です。もちろんお答えできます。どうぞ。第1回締約国会議ですので、とても重要な会議となります。これが全面的に成功するために力を尽くすつもりです。この条約に続いて、すでにこれは議長はもうアレクサンダー・クメント氏ということが決まっています。軍縮のエキスパートです。で、クメント氏はこの条約会議、締約国会議の準備を始めています。これは手続き的な会議だけではなく、もちろん中身も話し合う会議になると思います。条約のこの進展についてもですけれども、特に日本やこの核の傘にある他の国々の運動に関わる方々についにとっては、が実際に来て参加していただくことが大事だと思っています。もちろんこの国々についての話は後で出てくると思うんですけれども、でそういう国々の代表が参加することは、意見の違いを下げるということにもつながると思います。チャットボックスにまた別の質問が届いています。核兵器禁止条約の締約国による会議が来年1月にウィーンで開催されるという報道に接しました。この会議を主催する構えを聞かせてくださいというご質問です。先ほど お答えいただいたものと被りますけれども、先ほどの質問のお答えの中でももうすでにお答えしたんですけれども、第1回締約国会議がウィーンで開かれるということはとても重要だと思います。 IAEA などこの核兵器に関する国機関がありますし、多国間協議に参加する多くの外交官がここにいます。そしてまた私の国はもちろんこの核兵器禁止条約を実現するのに率先的に非常にこのリーダーシップを取った国ですので、議長国としてすべての国々がこの第1回締約国会議に参加するよう求めると呼びかけるというのはとてもふさわしいことだというふうに思っています。ありがとうございました。ありがとうございます。それについてはオーストリアにもお礼を言うべきですね。また別の質問が届いていると思いますが、後藤さんからのご質問です。糸島市の方です。糸島市では9月議会で日本政府に禁止条約の締結を求める意見書が採択されたにもかかわらず、自衛隊による軍事演習が公然と行われたということです。日本の自治体の3割が禁止条約の意見書を採択していると、そういったことに対する逆行であると思いますが、
こういった流れの中で私たちはどう行動していけばよろしいでしょうかというご質問です。市民として何をするべきかと。まず皆さん方は選挙を控えておられると思うんですね。政治家は常に世論の要求、選挙民が何を望んでいるかということに敏感です。でヨーロッパでももちろんそうなんですけども、その時にこの選挙のキャンペーンの中でこれを争点にするということ問題が必要です。もちろん国内政治の問題も争点になると思いますけれども、しかしこの選挙という道を通じて平和首長会議ですとか、このアイキャンのシティアピールなどもう効果的に使うことができると思います。多くの主要都市が、例えばワシントン、パリ、そしてこの核兵器保有国の中の大都市も核兵器に反対する声を上げています。ですからその運動を続ける必要があります。一夜にして全てが変わるわけではないと思いますけれども、実際にこの人々の投票が全てを決めるのだと思います。ありがとうございます。興味深いご質問いただきました。アメリカでバイデン大統領についての議論はこれまでにありましたかというご質問です。まずですけれども、もちろん外交官たちがそれぞれの国で対話は努めていると思いますけれども、すでにアメリカの新政権とは素晴らしい話し合いが進められています。アメリカの政権が変わったということで、アメリカの核兵器禁止条約に対する姿勢が変わっていくことを期待しています。オバマ政権の時に政権にいた人たちがバイデン政権にも加わっていますし、この核兵器禁止条約に対して積極的な姿勢を示しているということもあります。ですからすぐにアメリカが条約に加盟するということはないかもしれませんけれども、核兵器国がこれまでのように TPNW に反対するキャンペーンをしていましたけれども、それが国々の間のこの分断を進めることになるということは分かっていると思います。ありがとうございます。ご質問があれば手を挙げていただけますか。大使へのご質問がある方手を挙げていただけますか。あ、チャットで高垣さんから質問が届いています。この禁止条約を、プロモートしていくために日本の若者に求めること何ですかというご質問です。はい、青年の役割はとても重要だと思います。 ICANN の特徴の一つとして私が関心しているのは、そしてとても前向きだと積極的だなと思っていることは、私の子供よりも若い人たちがとても高いスキルを持って参加しているということです。若い人たちが核軍縮の問題にもっと関心を持つことはとても重要です。オーストリアの外務大臣そして首相は国連の総会で話したことなんですけれども、私はとても若いですけれども、私は冷戦が終わった時に核兵器というのはなくなると思ったもんだったと、しかしそうじゃないということが分かった
それは今2つの危険が世界にあると。1つ目は核兵器、2つ目が気候変動だと。その2つはとても緊密な関係にあると。核戦争が起これば核の冬が起こって飢餓などで何百万の人々が死に至ると。だから核兵器廃絶というのが重要だというふうに考えたというふうに言っていました。ありがとうございます。若者たちのこの関心を喚起していくことというのは重要だと思います。私も同意します。しかし私もこのウェビナーでは若者に属すかもしれません。タリクさんからチャットに質問が届いています。このパキスタンとインディアでのこの白熱する核兵器、競争、についてのご質問です。もちろんとても危険な状況だと思います。2つの隣国がどちらも核兵器があるわけです。そして実際に4回も最近武力衝突があったわけですから、このような武力衝突が核兵器を使うという事態に発展したら、本当にこれはどちらにとっても破局的な事態になると思います。核兵器を使えば自分の国にとっても大きな損害が起こるわけです。そのことはどちらの国も分かっています。インドの前将、前に将軍を務めた人が言ったんですけども、言ったことですけども、実際に核兵器を使ったらどんなことになるかということは、アメリカの核兵器を扱っている軍人はよく分かっていると。しかし核兵器を好んでいるのは政治家なのだと言うんです。ですから南アジアにおいて核軍縮を政治の面で進めるということが重要だと思っています。この2つの隣国のにおけるこの紛争の高まりというのは非常に危険だというふうに思います。そして平野恵美子さんからの質問です。このイランの核計画がどのように発展するかについてですね。イランはアメリカとの対話の準備ができているかどうかということです。これは当たれば何百ドルももらえるような質問だと思うんですが、しかしようやく今この JCPOA、 イラン核合意を復活させるという動きが出ているということはとても積極的なことだと思います。これはイランの国内の事情にとってもそんなに簡単なことではないとは思うんですけれども、しかし選挙のこともありますので、しかしこれが完全に破綻に至れば、結果として起こるのは中東のいくつかの国々が核兵器を持つようになるということ、そして何十年も続いてきた核不拡散のための努力は危機に瀕します。とても危険なことになります。ですから我々は全員が関心を持っているんですけども、アメリカとイランの両方の側も考えているのは、この交渉が成功裏に終わるということだと思います。ありがとうございました。ご質問他にはありますか。高草木さんからのご質問です。この廃絶に関するオーストラリア政府の姿勢というのは非常に、素晴らしいものがありますけれども、
皆さんの国のあなたの国のこの国民たちはこの、ポジションをどのように支持していますかということです。素晴らしい質問ありがとうございます。この核兵器核軍備撤廃という問題はこのオーストリアのすべての政治勢力が同意していることです。ですから国会でも禁止条約の批准は優れられました。そしてまたオーストリアがこの冷戦時代のホットスポットであったということも関係していると思います。この核による対立が起これば真っ先に犠牲になる国という位置にありました。In case there's a confrontation to drop nuclear weapons, was over. 核保有国が核兵器を使ったとき使うとすれば、オーストリアは大変なことになるということで、1999年にすでにオーストリアは。この核兵器禁止条約の第1条に書かれたすべてのことがオーストリアでは法律として成立しました。すでに1999年にオーストリアで国内法でそれが禁止されたということがあったからです。In support of the abolition of nuclear weapon。この世界の人々というのはこの核兵器禁止条約を支持していると思います。リサさん、ご質問他にありますか？ミュートを外してください。ごめんなさい。トーマスさんにお知らせしたいんですが、オーストリアのこの核非核国としてのこのオーストリアの宣言です。私たちこの同様の立場をイタリアに取ってほしいということで署名を集めました。でこれはオーストリアをモデルにしたものです。このオーストリアの憲法の中に書かれているものだったと思いますけれども、単一国としてこの非核保有国非核地帯というものを宣言しています。ですからイタリアもぜひそれに進みたい、続きたいというふうに思っています。 Thank you, Lisa. リサさん、ありがとうございます。では、もう6時になりますので質問の時間を終わりにしたいと思います。ではこのウェビナーの第1部を終了いたします。そして第2部へ移りたいと思います。では、もう一人の司会のカラソン・ファブロスさん、よろしくお願いします。クォンさん、ありがとうございます。シニアというふうに私をずっと呼んでくださっていますけれども、別に気にしておりません。皆さん、こんばんは、こんにちは、ご参加いただきありがとうございます。では第2部に移りたいと思います。同様に大事な第1部と同様に大事な第2部となります。人々の戦い運動についてのお話に移ります。では重要なパネリストにご参加くださっています5人のパネリストですけれども、さまざまな世界のさまざまな場所から集まってくださいました。皆さん、そして世代もさまざまな世代から集まっていただいています。ではまず最初に津田弥生さん、最初のスピーカーですけれども、日本、キム・ジンヨンさん、韓国、アチン・バナイクさん、インド、ルドデ・ブラバンデルさん、ベルギー、そして、リサ・クラークさん、イタリアからご参加くださっています。お話しいただくときにもう少しきちんとしたプロフィールもご紹介いただい、
紹介したいと思いますけれども、まず最初のスピーカーは土田弥生さんです。日本原水協の、事務局次長でございます。では土田さん、よろしくお願いします。ありがとうございます。発言の機会をいただきありがとうございます。聞こえますか？1月22日、核兵器禁止条約が発効しました。史上初めて、人類史上初めて核兵器が違法化されました。この成果を被爆者と共に喜び合い、私たちは全国150カ所以上で行動を行いました。核兵器が禁止されたという新たな段階に立って、昨年10月29日、日本政府に禁止条約に署名と批准を求める署名キャンペーンを立ち上げたところです。日本が位置する北東アジアは、北朝鮮の核問題を抱えて、核のホットスポットであり続けています。そして、バイデン米政権の対中戦略と中国の国際法違反の覇権主義的行動は、この地域に米中の対立と緊張の激化、軍事演習、軍備増強をもたらしています。南シナ海、台湾海峡で軍事衝突が起きれば、核兵器使用の危険も現実のものとなります。そこに日本政府は米国の対等のパートナーとして中国、北朝鮮を脅威と位置づけて、台湾への関与も含め日米同盟への連携を強めているところです。こうした危機に直面している日本とアジアで核の脅威を取り除くことは緊急な課題です。この危機は核保有国と核の傘の国による核抑止力に基づく競争と軍拡の成果に結果に他なりません。この核抑止で世界の平和と安全を守るという彼らの誤った考えを葬り去らなければなりません。そしてまた日本政府は被爆国として核兵器廃絶をリードするなどと言いながら、実際は禁止条約に反対しています。そして核抑止力の維持、核保有国の代弁者になり下がっているのです。そして2020年のこの国連の日本決議、核兵器のない世界に向けた共同行動の指針と未来志向の対話ですけれども、NPT の過去の再検討会議の合意を歪め、そして合意の履行という言葉の削除を行ったわけです。そしてこれは当然のことながら国際社会の厳しい批判を浴びたわけです。私が2月の初めに参加したこの外務省との交渉では、この履行という言葉の削除はアメリカやイギリスに共同提案国になってもらうためのものだったというふうに外務省が認めました。被爆国という権威も投げ捨てて、そしてひたすらアメリカにするより、独立国としてまともに外交もできないような情けない姿です。私たちは日本政府に対して被爆国として核廃絶の先頭に立つこと、そして国連憲章と憲法に基づく外交を行うということを要求しています。そして禁止条約に参加する政府が日本でできれば、日本の核の傘、そして安全保障政策に大きな転換をもたらすことになるでしょう。そして核兵器の廃絶、日本とアジアの平和と安全にも大きな貢献になることでしょう。そのためには
米中や日本の軍事一辺倒の対応ではダメだと国民の意識を変えていかなければなりません。そしてこの点で禁止条約は私たちに力を与えてくれています。禁止条約はこの世界に対して核兵器に依存する安全保障から核兵器のない世界の安全保障への転換を提起しているわけです。私たちがこの署名を始めてから日本国民の中に幅広く禁止条約への関心と支持があるということを実感しています。世界的に有名な音楽家でいらっしゃる坂本龍一さんや田中真紀子元日本外務大臣らをはじめ全国から137人の著名な方々がこの署名の呼びかけになってくれています。世論調査では日本国民の 72% が政府は禁止条約に参加するべきだと答えています。これまでに560自治体そして全国のすべての自治体の 31% が日本政府へ禁止条約への参加を求める決議を挙げています。各県でもこの署名の推進連絡会が続々と立ち上がっています。最近のこの朝日新聞でこの米国の核戦略を担当する高官が禁止条約は正しくないが目的が同じだから理解すると述べたというふうに報道している記事を見ました。今こそ禁止条約の推進が核兵器のない世界の安全と世界の平和と安全の実現にとって鍵であると思います。今年8月には NPT 再検討会議が予定されています。核兵器国に対して NPT 第6条の義務と核兵器をなくすとのこれまでの合意の履行を私たちは迫らなければなりません。そして今年10月までには日本の将来を左右する総選挙も日本ではあります。世論と行動で大きなうねりを作り被爆国の運動の役割を果たす決意でいます。ご清聴ありがとうございました。Thank you, Yayoi. I'm sorry. ありがとうございました、弥生さん。原子協が行っている重要な活動について、そして日本の運動がやっている活動についてお知らせいただきありがとうございます。核兵器廃絶のために、これは政府に対する働きかけだけではなく、もっと重要なことには、この草の根の運動を日本で組織しているということが重要だと思います。ここで、最新情報ですけれども、このウェビナーには111人の方々が参加しておられます。15カ国ぐらいの国々から、さまざまな分野の方々が参加しています。場所だけではなく年齢的にも幅広い人たちが参加しています。そしてまたアメリカの西海岸から参加している人もいらっしゃいます。時差がだいぶあると思うんですけども、ありがとうございます。そしてまた私たちにとって重要な、協力者であるあの国連の上級軍縮代表を務めたセルジオ・ドゥアルテさんも参加しておられると聞いています。ありがとうございます。
そしてまた多くの被爆者の方々も参加しておられます。田中照美さん代表委員の方の田中さんもはじめご参加ありがとうございます。では次の発言者ですが、とても若い活動家です。韓国のキム・ジンヨンさんです。キムさんは専従として社会進歩連帯で働いています。核兵器反対そして反核運動国際連帯プロジェクトの責任者を務めています。ではキム・ジンヨンさんお願いします。どうぞ。こんにちは皆さん、聞こえますか？大丈夫ですね。そこまで若くはないです。30過ぎています。なぜこの核兵器禁止条約の参加がアジアで必要かということについてお話しします。この韓国政府に対して核兵器禁止条約の参加を求めています。平和の波の時にも記者会見やオンラインアクションを行いました。しかしアメリカの核の傘に依存しているために韓国政府は何の動きも見せていません。これからも私たちは韓国の市民が核兵器禁止条約参加の声を上げていかなければいけないと思っています。韓国では4月7日に韓国第1、第2の都市であるソウルと釜山において市長選挙がありました。現在は来年3月の大統領選挙を目前に控えています。この市長選挙での現与党の惨敗の原因は経済不動産政策の失敗、与党政治家たちの相次ぐ腐敗行為ですけれども、ムン・ジェイン民主党政権の最大成果とされた南北対話が完全に失敗したという事実も注目すべきです。2020年6月に北朝鮮が南北間の外交交換も同然だった南北共同連絡事務所を爆破したこと、そして9月に北朝鮮軍が韓国の民間人を銃殺したという事件は、実質的な非核化の軍縮措置が伴わない国家首脳間だけのイベントは意味がないという認識を生み出しました。文政権の任期が1年も残っていないだけに、次の大統領選挙前に南北対話が進展する可能性は低いです。トランプ元大統領、米大統領と文大統領が北朝鮮の金正恩氏と私的な書簡を交わしている間に、北東アジアでは北朝鮮の核兵器問題への懸念はさらに深まりました。北朝鮮は移動式の大陸間弾道ミサイルや潜水艦発射弾道ミサイルを軍事パレードで誇示しました。こうした戦略兵器はアメリカが北朝鮮の核攻撃を受けるという危険を冒してまで日韓に核の傘を提供することにはならないので、韓国と日本も核武装が必要であるという主張を生み出して、この地域の核武装ドミノにつながるものです。北朝鮮の金正恩氏は今年7月の朝鮮労働党大会で核兵器の開発、戦術核兵器の開発を初めて指示しました。これは韓国と日本を念頭に置いています。実際その射程を見ると、これは韓国と日本を狙ったものであるということは明らかです。戦術核兵器の開発は、これらのミサイルに核弾頭を搭載するということを意味しています。北東アジアをめぐる国際情勢にも変化があります。昨年、アメリカは米中関係を戦略的競争状態と特徴づけました。この競争はすでに北東アジアで繰り広げられています。アメリカのバイデン政権は中国を牽制する中距離ミサイル網の構築を準備し、韓国と日本への配備も検討しています。これらのニュースは、かつてアメリカとソ連の対決がヨーロッパにそれぞれパーシング2や SS-20 核ミサイルの配備計画に進展したということを連想させます。
中国も国家発展戦略である中国の夢、そしてそれを支える強軍の夢と一帯一路政策を通じて北東アジア太平洋地域における軍事的覇権を強化しようとしています。私たちはアメリカと中国両方の軍事主義に反対しなければなりません。これらの問題を解決できる解決策は全ての核兵器に断固反対し平和と安全を目指す大衆運動のみです。アメリカと中国に対立と軍拡競争の中止を要求します。そしてアメリカとロシアだけではなく中国も含めた核軍縮の協議を行うよう呼びかけ、北朝鮮には非核化に向けた大胆な措置を求めなければなりません。幸いにも私たちには頼りになる手段があります。朝鮮半島非核化宣言、そして日本の平和憲法と非核三原則は私たちを導く枠組みとすることができます。韓国と日本が核兵器禁止条約に加入することは世界の新たな普遍的規範に賛同するというだけの意味ではなく、近隣諸国に対して核能力強化政策の廃棄を迫る大きな力となると思います。ありがとうございました。ジンヨンさん、ありがとうございます。韓国から共有していただきました。ありがとうございます。私たちの対話に関しての重要な視点だと思います。続ける前に、スピーカーの皆さんに、お願いしたいんですけれども、お話しするときになるべくマイクに近づけてお話をいただければと思います。そして参加者の皆さん、質問を考え始めてください。チャットボックスに書いていただければと思います。日本語で書いていただければ英語に、翻訳してすることができます。 Okay. So at this point, それでは次のスピーカーをご紹介したいと思います。ご存知の方も多いと思います。長い間この活動に参加している皆さん特にですけれども、平和と安全保障のキャンペーンに長い間関わっていらっしゃいます、特に南アジアにおいてです、アチンバナイクさん。退職はしておられますけど、まだ、活発に活動していらっしゃいます、デリー大学の国際関係とグローバル政治の元教授でいらっしゃいます。さまざまな執筆を されております。インドの外交政策や地域世界の核軍縮に関する研究に関しての著書があります。そしてトランスナショナルインスティテュートの特別会員です。そして IPB ショーン・マクブライド平和賞を共同受賞されております。ではアチンさん、お願いします。コーラさん、ありがとうございます。この参加者に、発言者に、加えていただき感謝します。私は核戦争勃発と核攻撃の応酬の危険性が最も高い地域である南アジアについてお話します。隣接する2つの核保有国、インドとパキスタンは通常戦争を4回も戦っています。中国とロシア互いに核兵器を持っておりますけれども、こうした動きは今までなかったわけです。しかしインドとパキスタンではこういうことが起きています。
1990年代にイランとパキスタンは核実験を行いました。そして、両国が核兵器を取得した1年後の1999年、戦争が起きたわけです。戦争が終わっていなければ核兵器の使用が検討されていたでしょう。実際準備していたわけです。どちらの国も核戦争を起こしたくはない。しかしながら相手によっては核兵器を使わざるを得ないというような発言をしたわけです。連戦がこの連戦は70年以上続き、1947年以降ですけれども終わる気配は全くありません。実際に2018年から19年には国境を越えて武力衝突がありました。そして自爆によってパキスタンの、このイスラム集団に関わることですけれども、インド兵40人が殺されました。そして核の時代が始まって以来初めてインドがパキスタンの領空に深く侵入し爆撃を行いました。1945年に核の時代が始まったわけですけれども、初めてですね、この時核保有国同士がこの国境沿いの上空で小競り合いを起こしたわけです。実際に2018年から19年ですけれども、こういうことが起きたわけです。他の核保有国ではこうしたことは起こっていません。では私たちはどのようにして地域的にも世界的にも核の狂気をなくすことができるのでしょうか。私たちが核保有国に対して提案や要求を行うのは、彼らが耳を傾けたり心よく受け入れてくれると考えているからではありません。私たちの目的は国民の意識を高めることです。それによって、核保有国であるかどうかにかかわらず自国の政府に対して圧力をかけるためです。さまざまな重要な要求があります。例えば核兵器禁止条約への署名批准を条約にまだ参加していない国に求めることです。そしてまた、軍拡競争や宇宙空間の核武装化、軍事化を促進するだけの戦域弾道ミサイル防衛システムに反対することなどです。さまざま、この他にもさまざまな要求があります。世界的に共通する要求だと思います。しかし今日ここで私は、南アジアでこれまでに唯一禁止条約に署名批准しているバングラデシュの取り組みについてお話ししたいと思います。アフガニスタンは署名していませんし、ネパールは署名したけれども批准はしておりません。歴史的にバングラデシュは隣国のインドとパキスタンの核武装を勇気を持って強く批判してきました。そしてバングラデシュの戦略専門家は南アジア非核兵器地帯の創設も提唱しています。そして実際大事なことですけれども、2011年8月、バングラデシュ現与党の国会議員ですが、現在でも与党ですけれども、かつその2011年も、与党でしたけれども、バングラデシュをモンゴルのような単一国家の非核兵器地帯とするための法案を国会に提出しました。でこのバングラデシュの現実を生かす必要があります。
このさまざまな協力を通じて、この国内の特定の進歩的組織と、国外の団体、例えばインドやパキスタンや他国の反核団体や IPPNW と ICAN、このノーベル平和賞受賞団体である IPPNW と ICAN など、そうした団体との協力を通じて、私たちはダッカで会議を組織するべきだと思います。2022年、そうした会議を組織するべきだと思いますし、それは可能だと思います。そしてこの会議の主な議題というのは、南アジアの自制軍縮措置となるべきです。バングラデシュの NGO がこうした取り組みについて支持をしています。そしてバングラデシュの政府も、これについて取り組みをすることができると思います。この会議、私たち開くことができればですね、さまざまな人々が参加することになると思います。医師や IPPNW の人々やさまざまな人が参加してするような会議になると思いますけれども、そしてこの会議で有力な代表団が政府高官と会談し、バングラデシュが単一国家としての非核兵器地帯の方向に進むのか、または既存の東南アジア非核兵器地帯、つまり万国条約を拡大してそれへの参加の交渉を検討するのか、禁止条約批准後の同国に対してより強大な国際的支援を与える機会となることでしょう。To extend the existing Bangkok Treaty to include Bangladesh. こうしたことについてのこの政府高官と代表団との対話の場になると思います。Other islands like the Marshall Islands and so on. If something like this were to take place in Bangladesh, it would be very important. こうしたことがバングラデシュで可能となれば、実現すれば、そしてそのバングラデシュが単一国家の非核兵器地帯というとなるような動きがあれば、政治的にも道徳的にもインドとパキスタンを揺さぶることになるでしょう。そして核兵器のない世界を目指して奮闘するすべての人々へ大きな励ましとなるのではないでしょうか。南アジアの他の国々にとっても大きな影響を及ぼすことになるでしょう。ですからこれは追求するに値するプロジェクトであると私は確信しておりますし、企画をするべきだ、組織をするべきだというふうに考えております。ありがとうございました。アチンさん、どうもありがとうございました。非常にこの最新の状況も南アジアの状況も含んでいただいて、そして特にこの南アジア非核兵器地帯につながるような会議の開催についてのプロジェクトの提案、ありがとうございます。これはこの地域の平和運動がこのモンゴルのような単一国家非核化という取り組みにも刺激を与えるものと思います。実は IPB が来週ウェビナーを開くことになっています。特に
核兵器、非核兵器地帯を新しい視点から見て見つめようという、そういうウェビナーを開くことになっていますので、こちらへの皆さんのご参加も呼びかけたいと思います。では次に、4人目のパネリストです。ヨーロッパに移ります。ルドーデ・ブラバンデルさんです。ベルギーの方です。ベルギーの平和運動家であり、ブレデ平和というグループの代表です。そして NATO の国際調整委員の一人でもあります。ルドさん、お願いします。ありがとうございます、コーラさん。お話しする機会いただきありがとうございます。ベルギーについてお話しする機会をいただきありがとうございます。ご存知のように、ベルギーはヨーロッパに5つあるアメリカの核兵器を配備している国の一つです。今日この核大量破壊兵器がどのように我が国に置かれるようになったか、そしてそれを撤去するのがなぜ難しいかについてお話ししたいと思います。1962年、ベルギー政府は NATO 軍がベルギー領内を自由に通行し、駐留することを認める法律を制定しました。その当時、ベルギー議会のある議員は、この法律に核兵器を除外するという条文を加えるよう提言しました。しかし政府は、核兵器の配備はもちろん、国会の承認のもとでしか行われないと、この議員たちを説得して、法案への修正を引っ込めさせたんです。しかし、その1年後、アメリカは秘密に政府の了承だけのもとに、ベルギー領内に無誘導核爆弾を配備しました。議会での論議も行われず、承認も求められませんでした。この出来事は、アメリカと NATO の軍事的利益と戦略の前では民主主義がいかに軽んじられるかということを示しました。そして今日に至るまで申し上げましたが、この核共有国はそうですけれども、政府は曖昧政策、要するに核兵器があるかどうか否定も肯定もしないという政策を維持しています。そしてこのことによって議会でまともな討論が行われることが妨害されています。しかし NATO の核共有政策の一環として、アメリカの B61 核爆弾約150発がヨーロッパの5カ国に配備されているということは周知の事実です。ベルギーの戦闘機が戦時にはこれらの核兵器を使用する責任を負うことになります。これはドイツ、イタリア、オランダでも同様です。これは非核兵器国への核兵器の譲渡や管理の異常を禁止した NPT に違反しているわけです。これらの核兵器は100億ドル規模のアメリカの核兵器近代化計画の一環として、まもなく新型の B61-12 核爆弾に置き換えられる予定です。これには新しい誘導尾翼キットと爆発力を変動できるオプションが装備されます。ということで、このような核兵器は精度が高く低爆発力オプションを備えているため使いやすいと考えられ、核戦争の敷居を下げることになるでしょう。で、さまざまな調査によってベルギー国民の大多数が国内に核兵器を置くことを望んでいないことは明らかです。最新の世論調査によると、国民の 77% がベルギーの核兵器禁止条約への参加を望んでいます。たとえアメリカから圧力があったとしても 66% がなお賛成しています。これは他のヨーロッパ諸国でも同じです。この核兵器に反対するという国民のこの意見は、この昨年の夏の終わりに承認された連立政権の合意の中にも慎重な忌まわしで反映されています。ベルギーは2021年 NPT 再検討会議で積極的な役割を果たし、欧州の NATO 同盟国とともにいかに多国間の核不拡散の枠組みを強化するか、国連の核兵器禁止条約が多国間の核軍縮にいかに新たな推進力を与えることになるかを検討するということが明記されました。非常に慎重な言い回しですけれども、しかし非常に小さいですけれども、
この核兵器禁止条約への参加につながる小さなドアではあります。それにもかかわらず、ベルギーは昨年12月の国連総会で核兵器禁止条約を歓迎し、各国に加盟を求める決議案に公然と反対票を投じました。すべての NATO 加盟国はこの決議に反対したのです。とても平和運動はこれにがっかりしました。私たちはこの小さなドアを広げて、ベルギーの政策を変えようとしてきたわけですから、NATO は公然と TPNW や世界の核軍縮体制に反対するキャンペーンを行っています。北大西洋理事会の見解によると、核兵器が存在する限り、NATO は核同盟であり続ける。同盟国は NATO の核抑止力が安全で、確実で効果的であり続けることを保証する決意であると。そしてまた NATO2030 報告書はこう書いています。 NATO は NATO の抑止力政策の重要な要素である核共有の取り決めを継続し活性化すべきであると。ですので核軍縮などについては何の計画もないということになります。 NATO や NATO の加盟国がこの核軍縮の討論に入るということは書いてありません。核抑止力の維持を求めるアメリカや NATO の圧力は巨大なものです。ベルギー政府内はこの問題をめぐって意見が分かれています。緑の党と社会民主党は核兵器の撤去と禁止条約に署名することを求めていますけれども、自由党とキリスト教民主党は NATO の核共有政策に忠実で続けることを望んでいます。緑の党と社会民主党は、ベルギーは今年の夏に開催される次の NPT 再検討会議で積極的な役割を果たし、NATO の枠内で核兵器に関する新しい政策を作ると約束しています。しかし、これらの政党は核兵器問題をめぐって政府を困らせたいとは思っていないようです。ですから、平和運動は核兵器廃絶に真剣に取り組んで、核兵器禁止条約に署名するよう政府に圧力をかけるキャンペーンを展開しています。昨年150の自治体首長が政府に対して核兵器禁止条約に入るように働きかけました。まもなく私たちはこの請願憲法に基づく請願署名運動を開始する予定です。目的はベルギー国内の核兵器の配備には少なくとも議会の同意を得ることを義務付けるというふうに62年の法律を改正することです。ベルギーの平和運動はNATO の核共有政策に反対し、ヨーロッパからすべての核兵器の撤去を求める新しい核のないヨーロッパキャンペーンに積極的に参加しています。ベルギー、ドイツ、オランダ、そしてイタリアでも、アメリカの核兵器が配備されている軍事基地の近くで行動が行われるでしょう。1980年代にヨーロッパへの核ミサイル配備に反対して行われたキャンペーンが、数百万人もの人々が街頭に繰り出すような大規模な運動になったことを覚えておられる方も多いと思います。そのために私たちはもっと頑張らなければいけませんけれども、しかし私たちの第一の目標は核兵器の問題を再び政治課題に据えること、そして他の労働組合や気候変動運動や女性や青年の運動の間でも核兵器がもたらす地球規模の脅威と行動の必要性について認識を高めるということです。最後にグリーンピースの有名なスローガンを思い出していただきたいと思います。もはや一刻の猶予もないのです。ルドさん、ありがとうございます。胸を打つような結末でした。まとめでした。もはや一刻の猶予もないということです。そしてまた草の根の運動の重要さ、これは多くの私たちにとって長く運動を続けている私たちにとって、これは本当に理解している人たちは多いと思いますけれども、草の根活動の重要さについてもお話しいただきました。では次のスピーカーです。最後のスピーカーになりますが、リサ・クラークさんです。現在国際平和ビューロー IPB の共同議長を務めておられます。
イタリアからご参加くださっています。そして、大変精力的に地域の活動に関わっています。イタリアの平和団体のメンバーであります。幸いなるかな、平和を生み出す者たちのメンバーです。では、そして、今の活動についてお話しいただけると思います。平和運動のネットワーク、イタリアでのネットワークについてお話しいただけると思います。では、リサさん、お願いします。コーラさん、ありがとうございます。私のことシニアとは言わなかったけれども、言われませんでしたけれども、私も。マチンさん、素晴らしい点ありがとうございます。IPB もまたですね、大変大きな関心を寄せると思います。アチンさんの、バングラデシュでのこの会議を開くという提案ですけれども、すべて の提案に、すべての提案をに関心を寄せていきたいと思います。そしてイタリアについてお話しします。イタリアの情報についても皆さんにとって有益なものがあると思います。2005年のことですけれども、アビアノとゲーティンの2つの基地に未だに B61 核爆弾が配備されていることを知りました。そして私たちは政治キャンペーンを立ち上げました。で、国会で質問したんですけれども、否定も肯定もしないという NATO 流の返答に直面しました。ルドさんがおっしゃっていたことと同じです。そして私たちはこの法的、倫理的、道徳的側面に焦点を当てた情報キャンペーンを続けました。2008年、私たちはイタリアをオーストリアのように単一の非核兵器国とする法律を提案しようと、十分な数の交渉人署名を国会に提出しました。しかし、これは議論すらされなかったんです。そして私たちはイタリアの市や町による平和首長会議への加盟を促進し、現在その数は500を超えています。今520になっています。広島、長崎の日には、イベントを開催しています自転車パレードなどですけれども、そしてまた核兵器撤去を求める決議への支持を促すため市議会に要請しています。毎年8月9日にはアビアの米空軍基地の前で長崎デー集会を行っています。そして広島デーのイベントはイタリア国内の多くの都市で開催されています。中道左派か右派を問わず、アメリカの核兵器を国内から撤去しようとしたイタリア政府はこれまでにありませんでした。核兵器のない世界への支持を表明することはありましたけれども、口先だけでした。核兵器の撤去を求める市民社会の運動は昔からありましたが、禁止条約について議論する2017年の交渉会議招集にイタリア政府が反対票を投じた2016年、ロビー活動が活発化しました。イタリアには長く軍縮協定を支持する伝統がありましたが、この時は違っていたのです。イタリア最高せよと名付けられたキャンペーンは、人道的イニシアチブと禁止条約、そして倫理的法的問題に関する教育と情報普及に取り組んできました。そして現在までに200以上の都市が禁止条約に署名するようイタリア政府に求める決議を採択しています。多くの場合、全会一致による採択です。これは禁止条約により核兵器に押された悪の烙印はすでに効果を発揮しているということを証明しています。これは ICANN のキャンペーンでもおなじみだと思いますけれども、そしてイタリアではこれは、
効果を発揮しているわけです。誰も公共の場で核兵器を支持する発言などしたいと思わないわけです。この核兵器 に賛同しているようなこの政党を代表している政治家も、このような発言などできなくなっています。これは皆さんももしかしたら有益な、この活動かもしれません。そして核兵器に関する世論調査では、この世論調査は ICANN のキャンペーンの一部として行われたわけですけれども、2019年にはイタリアで 70% が禁止条約の参加を支持していましたが、2020年にはこの数は 87% に増えました。これはキャンペーンが多くの人に届いたことを示していると思います。 17% も、この賛同する人が支持する人が増えたわけですから、共同は広がっています。米アメリカ空軍アビアノ基地周辺の7つのカトリック教区の司教たちが1月22日禁止条約発効を祝う活動を支持しました。ゲティ核兵器基地があるこのブレシア地方では165の草の根の NGO 組織が56の自治体とともにこの禁止条約発効を祝う活動を支持しました。で、国中でさらに多くの都市がこのキャンペーンのポスター、私たちのですねキャンペーンのポスターを印刷して、この視聴者の公共スペースに掲示して禁止条約の発効を住民に知らせました。市議会が通常、例えばこの2ヶ月後に選挙を行いますとかそういうようなこう情報の掲示をするような場所に、このイタリアも核兵器禁止条約に参加すべきだというような私たちのポスターが掲示されたわけです。1月22日のイベントはパンデミック下での制限にもかかわらず幅広い組織や個人が宣伝し参加しました。そして正午には数十の教会の鐘が禁止条約の発効を歓迎し鳴り響いたのです。人類全体に関わる問題について市民社会、地方自治体、メディアなどの熱心な関心を喚起することは今でも可能であると認識できたことは励みであり胸躍ることでした。そして大多数のイタリア人に道徳的、倫理的な責任感が根付いているのは多くの集会やインタビューで被爆者が自身の体験を語ってくれたおかげでもあります。2017年に国会でイタリアが禁止条約に参加した場合の法的影響についての調査を委託するよう政府に求める決議が通過しました。決議は承認されたわけですけれどもこれについてこれまでに何もなされていません。ですから今年のキャンペーンでは2020年1月のウィーンでの第1回締約国会議に出席するようにイタリア政府に求める新たな決議を推し進めています。ルドさんがおっしゃいましたけれども、このヨーロッパで9月にイベントを開催する予定です。集会を開催する予定です。ゲティ、基地の周辺では、この集会が催される予定です。ですからこのイタリアの責任について私たちは焦点を当てて活動していきたいと思っています。そして私たちのキャンペーンはが示していることはこの情報普及に取り組めばこの道徳そして不道徳この核兵器についてですねこれが本当に人々に訴えるものになるということです。そしてこの核兵器が人道に対する犯罪であるということを訴える力があると思っています。ありがとうございました。リサありがとうございます。5人のパネリストの方々の発言それぞれのこの核兵器禁止条約に関わる違った側面について話してくれました。それぞれの運動の歴史に基づいて
そしてまた非常に具体的な提案もありました。そして国草の根でどのような運動があるかについても知ることができました。国連での活動もそうですが、非常に幅広く豊かな討論だったと思います。あと数分しか質疑応答の時間がなくなってしまいました。そしてここで非常に長い間の私たちの友人であり、そしてとても大きな先輩であるエディス・バランタインさんが参加しておられることを皆さんにお知らせしたいと思います。ご参加ありがとうございます。そしてまず順番通りではないんですけれども、いくつか質問があります。そしてまたアチンさんがなさった提案についての賛成意見があります。このバングラデシュと南アジアについての会議の開催についてですね、これは IPPNW の代表の方から意見が来ています。そしてルドさんに質問があるので、それを日本の平野由美子さんから質問がありますと読み上げますけれども、このベルギーの市民の人たちの活動にとても印象を受けました。強い印象を受けました。そして政府に対して核兵器禁止条約の加盟を迫っているということを知りました。で、特に知りたいことは、ベルギーでこの核反核運動にどのように女性の人たちが参加しているかについて知りたいです。で、それがルドさんへの質問です。そしてもう一つ、すでに出てるんですけども、後藤さんという方からの質問ですが、どこにあったんでしたっけね。あ、糸島市の市会議員の方ですか。で、日本共産党の志位和夫委員長が北東平和協力メカニズムの確立を呼びかけていますけれども、で、この呼びかけはこのキム・ジンヨンさんが提案しておられるのことと一致すると思います。で、私も日本と韓国が核兵器廃絶のイニシアチブを取って核兵器廃絶条約に参加するべきだというふうに私も思います。ですので、この北東アジアの平和協力構想についてどのような意見がありますかという質問です。どなたでも質問にお答えください。そしてもう一つ質問があったと思います。あ、これだけでしたかね。では、このパネリストの方々にこの2つの質問についてお答えをお願いします。はい、どなたでもいいんですけれども、じゃあルドさん、まずお願いします。ありがとうございます。コーラさん、ベルギーの状況ですけれども、女性の運動は何年も前にこの連合体を作ったんですけれども、ベルギー核兵器反対連合というものですけれども、女性は非常に活発に活動しています。というか、この活発に活動している人たちの半分以上は女性だということが言えます。ですので、女性はこの核兵器廃絶の運動の先頭に立っているわけです。そしてまた、これは女性運動だけではないです。気候の運動でも労働組合の運動でも、こういうさまざまな他の運動の中でも核兵器廃絶のにを取り上げてほしいということをもっと働きかける必要があると思っています。それぞれの運動ではもちろん優先課題というのがありますけれども、もちろんこのパンデミックもあるし、気候の問題もありますけれども、しかし彼らに対して、しかしこの気候の問題と核兵器の問題は
どちらも人道に対する脅威であるということを彼らに理解していただいて、時間がもう全然残っていないわけですから一緒にやろうということを言うべきです。それを今やっているわけです。私たちは今この公的に動員をかけているんですけども、この9月の大きな運動に向けてですね、でこういうさまざまな運動に対してぜひこの核兵器廃絶の運動に積極的に加わってほしいということを呼びかけています。そしてその政治に対する影響力を強めてほしいということを呼びかけています。では2つ目の問題についてはアチン他の方々にお答えお願いします。いいですか、私が、あるいはあのキム・ジーヨンでもいいですけども、さっきチャールズ・ジョンソンさんが書き込んでおられたことですけども、 IPPNWの共同議長にも働きてくれるということですけれども、すでにあのこの人たちに対して私は話をしました。おそらく 今月の終わりにでも話し合いがあると思うんですけれども、IPPNW のこの IPPNW 支部がありますから、そしてまたバングラデシュの政府もこういう会議の参加者にはビザを出すと思います。ですからこういう会議を開く可能性はとても現実的にあると思っています。2つ目のことですについては、この点についてはキム・ジンヨンさんの話を聞きたいと思います。これは北東アジアの問題についてですので、しかし私の理解をお話ししたいんですが、この北朝鮮は NPT に入っていたけれども脱退しました。北朝鮮が朝鮮半島の非核化について話していたことがあります。しかしそれじゃなくなりました。しかし北朝鮮政府は他の核保有国と違って核兵器を捨てる意思があるということを表明したことがあります。というのは北朝鮮にとっては自分たちの未来を築くに展望があるのであれば、あるいは日本のような国の援助を受けることができるのであれば、その可能性はあると考えたわけです。しかし今そのような道は断たれています。しかし日本との関係を改善することができれば核兵器を持つ必要もないし、実験をする馬鹿げたことだということは分かっていると思います。しかし通常兵器については戦略的な理由から捨てるつもりはないと思います。北朝鮮にとってはこの平和条約と、そして日本との国交正常化というのはとても重要だと思うんです。これはアメリカにとってもそうなんですけれども、この朝鮮半島の非核化が完全にできるということだけを条件にしないでこの国交正常化というのが進むということは違いを生むと思います。これはまた南北朝鮮の関係にも大きな変化をもたらすと思います。この太陽政策を思い起こすべきだと思います。日本についても沖縄の問題とかもありますけれども、アメリカが平和条約の方向に進むこと、平和的な関係に進むことが重要だと思います。これが突破口になると思うんです。
これが私の意見です。ハチーさんありがとうございます。ジンヨンさんいかがですか。すいません聞こえますか。まだ小さいですか。大丈夫ですか。PSSP が信じていることですが、積極的平和主義について信じています。この軍縮を進める必要性、そして、他の人にも同じことを求めるということを信じています。ですから韓国政府に対して禁止条約に参加することを求めています。そして朝鮮半島の非核化を求めています。そして日本が核兵器禁止条約に参加することも大変有益だと思います。そして私先ほどもお話ししましたけれども、日本国憲法そして非核三原則が、日本のそうした条項も非常に有効だと思います。そして韓国政府もそうした政策というものを取り入れるべきだと思っています。そして日本国民そして韓国の国民の共同というのは不可欠だと思います。そしてムンジェイン政権がこの福島の汚染水をこのリリースするということについての批判があります。そして韓国内でも批判が高まっています。これは取ってはいけない方向だと思います。解決法だと思います。こうした問題すべてに対して起こしたならないことだと思います。ありがとうございます。ジンヨンさん、アンバサダー、その大使が私たちとまだいらっしゃるかどうかわからないんですけれども、大使に対しての質問も届いています。どこに行ったでしょうか。先ほど見たんですけれども、このオーストリアの非核憲法について聞きたいというような質問がありました。どこでそれを目にすることができますかというような質問でした。そしてまた、この次回の NPT 再検討会議に向けてどのような準備をしていますかというような質問もあります。渡辺さん、愛媛の渡辺さんからの質問です。はい、のっち大使、この質問お答えできますか。一つ目の質問についてですが、オーストリアの憲法には何世紀も前にできたものですけれども、もちろんこの憲法法というのは1999年できたものですけれども、おそらくインターネットで探すことができると思うんです。この憲法の条文はとてもたくさんありますので、見つからなければ E メールを送っていただきたいと思います。2つ目の質問についてですが、この第1回締約国会議にどういう準備がされているかということだと思うんですが、NPT の準備ということですね。もちろん私たちは準備していますけれども、実際にはまだ今の時点では会議が8月に開かれるかどうかというのははっきりしていません。もうすぐ結論が出ると思うんですけれども、この国際検討会議がこの規模を小さくしたもの、あるいは短い会議になってはいけないと思うんですね。手続き的なことだけではなくて、実際の中身のある討論をすべきだと思っているからです。そのことはとても重要なことです。
もちろん一番重要なことは、これまでの NPT の成果文書についての進展についてきちんと検討すべきだということです。もちろんこのリスク削減についても重要だと思うんですけれども、そしてまたもちろんこの戦略的なリスク削減というのが必要だと思いますけれども、核兵器が少なくなればもちろん少しは安全にはなると思いますけれども、しかし重要なことは核兵器の廃絶です。ありがとうございます。ありがとうございます。この私たちの議論についてまとめることはしませんけれども、本当にたくさんのチャットボックスへの投稿がありました。書き込みがありました。ありがとうございます。そしてこれはメモしまして、後のコミュニケーションに生かしたいと思います。そして180人以上の方に登録していただきました、このウェビナーに。でこのウェビナーは録画されております。そしてそのアーカイブが後にリリースされる予定です。そしてパネリストの皆さんにお礼を申し上げたいと思います。お時間を割いて参加していただいたこと、そしてハイノチ大使にももちろんお礼を申し上げます。アチンさん、キム・ジンヨンさん、ルドさん、リサさん、弥生さん、特に弥生さん、このウェビナーの企画に尽力されました。ありがとうございました。特にお礼を申し上げたいと思います。一堂に会することができて、皆さんと集まることができて嬉しく思います。終わりにします前に、2つの大事な、日程についてお話ししたいと思います。アジアヨーロッパ人民フォーラムが5月17日から24日に行われます。パンデミックの関係でこれオンラインでの開催となります。これについて、このスケジュールについては後に公表されますけれども、何人か皆さんの中でスピーカーとして参加する方もいらっしゃると思います。そして2つ目にお知らせしたいことですけれども、IPB の世界平和会議がバルセロナで行われる予定です。10月になります。10月15日から17日になります。今年です。願わくばみんなで一緒にバルセロナに行って参加できたらと思っています。これは5年に1回の大事な会議ですので、非常に大事なイベントになります。そしてもちろんこのアジアヨーロッパ人民フォーラムの aepf.org というこのホームページ、ぜひ見ていただければと思います。ぜひ参加してください。今後のイベントなどの情報などもそこで見つけることができると思いますので、ぜひ参加いただければと思います。今後のウェビナーに参加していただければと思いますし、スピーカーとしても参加していただければと思います。友人の皆さん、本当にありがとうございました。いつの日か近いうちにですね、直接お会いできればと思います。引き続き運動を続けていきましょう。どんな形であれ運動を続けていければと思います。オフィスに閉じこもって、家に閉じこもっている中でも活動を続けていきましょう。 Thank you very much. And just a very small... ありがとうございました。AEPF の、ホームページですけども .org ではなく .info です。訂正します。ありがとうございました。さようなら。